アキネーターやらん？あ、アキネーター。なんだよ、アキネーターって？ちょっとしたゲームなんだけどよ。とあるもの、人物、場所とかをあらかじめ決めて提示する。で、回答者が一人、その回答者は質問をしていく。人ですか？動物ですか？何々に関係ありますか？とか。その他のメンツはその質問に対して当てはまれば丸、微妙なら三角、それ以外は×。そうやって、提示された問題を当てていくってやつ。ふむ、なるほどな、連想ゲームみたいなやつか。そういうこと。流行ってるからさなんか。よいしょっと、試しに例やってみろよ。はいはい、要は当てればいいんだろ。じゃあまずはこれ。はい、質問どうぞ。そうだなぁ、じゃあそれは人ですか？場所ですか？食べ物ですか？食べ物か？食で食べますか？外食で食べますか？人によるな、これは。成人によるか？デザートですか？パフェ？違うなぁ。デザートでしょ。果物ですか？果物か？赤いですか？緑の部分がありますか？なんとか狩りが当てはまりますか？はい、わかった、あいつを。ああ、なるほど。こういう感じでやるのか。そういうこと。レスガもやってみるか。島出しやってみるか。じゃあ俺問題考える。よっしゃ、いつでもいいぞ。じゃあ問題これ。はい、いいぞ。ほんじゃ、生き物ですか？食べ物ですか？食べ物。まあ食べ物といえば食べ物か。肉ですか？魚ですか？野菜ですか？フォアグラですか？お前なんでそんな触れ幅でけえのよ。ん？あ、調味料ですか？なるほど、だから焼けに当たらないわけだ。黒いですか？目玉焼きにかけるもので論争が起こりますか？卵かけご飯にかけますか？人による。東日本と西日本で味が違って、九州のそれは甘めの味ですか？それはわからんか。あ、それね、丸なんだわ。醤油。ショーラー。へえ、味違うのか。うん、人によるけど九州の醤油はうまいよ。にしてもそういう質問するとはな。これ合ってればほぼ確定でしょうよ。あれ、ウプ主がこっちに来てる。何してるんや。疑似アキネーターってやつ。あれか、有料アプリの。そうそう、今流行りだからさ。誰か私たちもやってみる。やな、ウプ主も出てくれや。じゃあ次、ライカがやるか。おっしゃ、ほないで。これ難しくないか。マニアックなもんも出したいからさ。いいぞライカ。食べ物。こいつの場合は当てはまらん。こいつの場合は人間。生き物。喋る。喋り方は丁寧。敬語使ってるところあまり見ない。あまりってか全く、かな。人間。人間ちゃうの。喋るけど人間ちゃう。獣人。あ、多分。一度この動画に出てきたというか使ったもんな。あ、ゲームのキャラ。なるほどな、それやったら人間ちゃうくても喋るな。ん？主役キャラ。ん？ゲームの種類はシューティングゲーム。あ、もしかしてそのゲームカエルがおる。キツネがリーダーの組織に入ってる。大乱闘スマッシュブラザーズに登場しとる。本人が俺は鳥目じゃねえんだよって公言しとる。え、そうなの？うん、Wii のスマブラで書いてある。B ボタンのブラスターで相手がひるむ。インターネット戦でウプ主がこいつに当たったらほぼ負ける。お前ここぞとばかりに正解音変えるなよ。だって勝てないんだもん。決め台詞が俺の獲物に手を出すな。一文字違いのキャラクターがいる。おいしょ、スターフォックスのファルコ・ランバルディア。いやはや難かったでこれ。おいウプ主や、この画像は悪意あるやろ。持っとったのがそれや。何ライカ、結構このキャラの知識あるのね。まあなあ。じゃあ最後さらいこう。じゃあ最後はこれにしよう。いいぞ。生き物。生き物か。人間。
現実に存在する。人による。俺だけかも。となれば、うつ主の茶番劇メンバー。そうだな。既存の東方キャラ。コラボで出張したことある。じゃあかなり限定される。数人だけだな。ひたすら当てはめれば。主人公歴は一番長い。なんか嫌な予感するんだけど。ここ最近茶番劇で死んじゃった私の彼氏。おいさら、正解の仕方もうちょいあるだろ。だって彼女だから何言ってもいいじゃん。あ、そうか、茶番劇関係なく裏でこの二人付き合ってたんだった。だからってさ、最近死んだとか言うの。うん、まあ死んだけど。うん、そうだ、なんか死んだの認められない視聴者いるってよ。どうなの、うつ主ヤクザのあれ。うん、もう死んでる。出番なし。回答なら出るかもだけど。何気に初めてじゃない、霊があんなに早く退場するって。だって長く主人公してるからって死なない決まりはないしな。あー面白かった。またやるかもだからその時招集するわ。またやる時はもうちょいひねったやつ頼むぞ。